皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんとあっくんです。たやです。よもちです。しゅうこです。そして今回ゲストの藤川ゆきです。よろしくお願いします。バンドを組みました。全員同い年の、うん、メンバーで感謝しかない。この形を終わらしたくないなってすごい 思いましたね。今回、かさぶたの私をリリースさせていただいて、うん、この制作秘話といいますか、実はこんな方が関わってたんだよっていう動画です、うん、まあ後半ちょっとどうしたら私たちが売れるかっていうのもあのこのヒットメーカーさんにお聞きしたいなっていう感じで、はい、動画をお届けしたいと思うんですけども、なんでここにヒットメーカーの田塚さんがいんの？あ、いるんですか？ね、大ヒットメーカーですからね。それはそうですね。こんなにヒットメーカーある。あ、今出てるの？これもしかしてあれですか？ユーチューバー今俺。そうですよ。今ユーチューバーですか？片足突っ込んだやつ。そう、片足突っ込んだ。マジか。もうちっちゃい頃からの夢でしたから。もうデビューしました。ねえ、ありがとうございます。お母さんやったよ。そう、もともとあれでもパヤンがね、田塚さん会ってもらいたい人がいるんです的なことをある日言われて、で見たらなんかめっちゃ美人やから、うん、おええやん、もう全然行くって言ったら男の子なんですけどって言われて、もっと買えみたいな。まあまあでもまあなんかお話ししてみたいっていうのも僕もあったんで、それでなんか普通にお話をしていて、そのまあ会食というか最後の方だったよね。なんか曲を作って、はい、2店舗目にあのキチリっていうめっちゃ詳細言う時にキチリキチリやった、キチリやった、まあ私の先生なんですけど、はい、作曲のどっかちょっと一緒に共作していただけないか。あれでも2軒目で言ったよね。そう、2軒目で1軒目では一切そんな話してへんかしてなくて、でもなんかちょっとカノンとこ目くばせして、もう作ってもらわないみたいな、えそれは無理でしょみたいな、いくらかかんのよみたいなまあでもノリじゃないけど、なんかこう作ってみませんかって言われて、なんかちょっと面白いなと思って、まあ正直軽い気持ちで返事はあの時したような記憶は。びっくりしたのが、いや、あ、お金いらないからみたいなえって、そんなこと言っちゃうの？それ言っていいんですか？言っていいんですかこれ？いいですよ、いいですよ。だって他の人から殺到しますよ。裏で2200万円もらってるっていうのは誰も知らない話ですからね、これね怖いで、あれ、土年末だったでしょ、うん、実家に帰省するタイミングがあって、はい、ちょっと時間あるなっていうのもあったのと、うん、ちょうどその時期にその僕が作った瞬間センチメンタルっていうそのスキャンダルの曲があるんですけど、それがね、その初めてご飯食べに行った時の前日かなんかに、あのバンドリ、ガールズバンドパーティーなんかそういうスマホのゲームがあって、あのそこでカバーされるというのはちょうど発表された翌日だったんですよ、うん、だから超テンション上げ上げで僕はそのご飯会に行ったわけですねこれはオッケーするよねという感じタイミングのスキャンダルさん、ありがとうございます。タイミングがめちゃめちゃ良かった。まあ正確に僕このかさぶたの私作った日付覚えてるんですよ。今年の1月2日です。一番最初にね、ボイスメモパヤンに送ったでしょ、あれ。え、もうできたんって思ったはずなんですよ、あの絶対に。最初あったのって、もう…じゃあ12月の26とか、そこら辺。そうそっかそっか。で、実家帰って、もう1月2日にできたんですよ。みんなですぐ共有しました。あ、そうなんか、ふーん、ふーんって、なんかすげーみたいな。なんですか、ちょっといじってますか。見たいですよ。完全にいじりました。違いますよ。何かさ、すごいなって。はーはーはー言ってましたよね。いつまでも笑ってないですよ。やっぱ、人前から敵に回すと怖いわ。そう、それまあまあ、ふんふんふんみたいな感じだったんだけど、まあそれ1月2日で、帰省中に作ったんですよ。で、ちなみに、初めとせの、語り継ぐことという曲、僕書いてるんですけど、はい、うん、それ日付も場所も全く同じなんです。へえ。で、ちなみに僕、だから僕が作ったその1月2日に作ったかさぶたの私であなたデビューしたんですよ、はい、その語り継ぐことで僕作家デビューだったんですよ。へえ。あ、そうなんですか。だから初めて作った曲です。すごい。作家として。どうですか、これちょっとなんか効果音的なもの入れてこうわーってやってください。あ、はい、わかりました。なので、まあ、不思議な符号があるなっていうのと、あともう一つ言うなら、もうちょっとリアクション欲しいなっていうのはちょっとありますね。おーみたいな。わー、そう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 、すげー
ほら、よろしく。いや、でもなんかすごい、本当に。おおおっさん、おっさん、おっさんいいよ。まあまあ、そんな経緯があって、いい曲になりましたね。この日に作るぞって作るタイプじゃないんだけど、こう、まあ降ってくるって言い方ちょっと寒いからあんま好きではないけど、なんかあるんじゃないかなという、本当あっという間にできた曲だったんで。本当になんかびっくりして、最初もらった時にそのボイスメモ、まさか最後こういう感じで着地すると思ってなかったんです。だから2度びっくりなんですよ、私の中で。カジカ大先生とカヤン大先生はじめ、この編曲もそうだけども、でも最終的にこういう形にできたことがなんかもう本当感謝っていうか、衝撃のもう連続でした。まあ、その間にはふんふんふん言ってましたけどね。いやいや、本当にそれ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 、僕なんかあんまり尊敬されてないって言われて、いやいや、ギターでなんかピーンってギターって、いや、それ言い方やばいやばい。はじかさんから送られてきたデモの、経緯がね、デモがアコースティックギターに語ってるものだった。そう、今ね、弾き語ってるにしてもらっていいですか。弾き語り、語ってるだと語り若干ヤバいやつや。いや、だから逆にまあ言ったらアレンジはまあパヤンとリフレクションさんにお任せしようとは思っていたんだけども、その一番最初のこんな感じになるそうですっていうのを初めて聞いたとき、おーってなったのはよく覚えてますね。今回その、田塚さんをせっかくお呼びしてるんで、田塚さんから見て、リフレクションは売れるか売れないか、はい、あいや、そこでもまあでも1曲だけですからね、正直その、まあ、はい、ね、売れるぞっていうのは今はっきり断言はできないですけど、例えばカノンちゃんの、まあ、歌ということに関してちょっと真面目に言うなら、例えば、まあ、さっきちらっと紹介いただいたけど、そのオフィスオーガスタという事務所に20年近くいる先輩に山崎まさよしがいて、まあ、同期にスキマスイッチがいて、ものすごいボーカリストたちが集まったまあまあ会社にもう18年ぐらいいるってなると、例えばじゃあカノンちゃんの歌であったりを、まあ、適当に、いや、すごいよとは言えないわけ。そういう意味で言うと、もう全然何負けてないよみたいなことまでは言えないんだけど、歌がうまいか下手かという話ではなくて、伝わるか伝わらないかみたいなところ、俗に言うテクニカルのうまいっていう部分と全然別に伝わるか伝わらないかっていうところがあるでしょう、はい、で、うまいは下手したら、最近カラオケだったり機械とかでも下手したら測れてしまうところがあるんだけど、伝わるか伝わらないかに関しては測れない。で、これ実際業界でもじゃあ伝わるっていうのは何なのか、どうすれば伝わるのかっていうことに関しては答えやっぱ出てないわけですよ。長いこと多分音楽業界ってあるけど、伝わるのはこれだみたいなのはないわけで、で、そう考えたらなんか伝わるじゃない、うん、僕が私になって気づく不思議、例えばワンフレーズあるでしょ、はい、じゃあワンフレーズ、一行を伝えるっていうことに関して言えば、もしかしたらどんなボーカリストよりもさ最適というか、右に出るものいないかもしれない、うん、そう、そういう意味で言うとものすごい何ていう可能性は感じるという話、うん、うわ、はい、もういやいや、めっちゃ真面目にしゃべったよ。もうすごいありがたい、寒いわ、寒いわ、寒いわ、売れます売れるのか、誰が売れるんだって、ルフィ方式。一番最初のレコーディングで最初に一発目歌った時から、うん、もうそういう感じはしてたから。次の質問、何質問まだあったっけ、質問するんだっけ、私にフォーカスをちょっと向けていただいて、ぜひぜひ、青木がこうしたらもっといいのになっていうこと、レコーディングで実際僕が曲作りました、アレンジ困難になりました、でカノンが歌ったん困難ですってなった時に、正直言うとこれはダメだと思った。でもレコーディング、まあまあとりあえずいろいろ指導していこうと思ってレコーディング行きました、カノンちゃん歌いました、一発目を聴いた時にもう全然それと違うぐらい、なんていうの、本番に合わせるじゃないけど、そのストイックさみたいな、もう一応あなたデビューしたわけですからプロですから、プロはもう結果が全てなわけで、どんな理由があろうがレコーディングの、まあじゃあ例えば延期しようが、その一発目に出た声が全て、結果の全てですから、はい、僕はそれを聞いて感動したわけですよ。あ、すげえ、もう全然違うと思って、ありがとうございます。まあだから結論ちょっと今ふんわりしちゃうかもしれないけど、このままでいいんじゃねって話ですね、要するに、うん、そのなんだろう、なんていうの、こうミュージシャンに意外にないんですよ、そのなんていうの、こう期
鍛えられてないから基本的に。でも逆に言うとこんだけ高校時代野球だったりで鍛え上げられたミュージシャンというのはもしかしたら稀かもしれないから。そうですか。うん、そのレアなところつけるんじゃないかな、こういうたくましい心を持ったミュージシャンというのは。まああの今後そのまたね、あの田近大先生にもお付き合いいただけるように、はいはいはい、私たちリフレクション頑張ってまいりますんで、ね、引き続き応援をよろしくお願いします。皆さんの、Twitter のリンク画面の下貼ってますのでそちらをフォローお願いします。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル&リフレクションチャンネルを画面の下に貼ってますのでそちらもチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。